はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、超人気 YouTuber のフィッシャーズさんがですね、日本国内でも最大規模のですね、ロックフェスである、ロッキンジャパンフェス2019にですね、まあ出演することが決定したんですけども、まあそれに関してですね、かなり賛否両論が巻き起こってるんですね。で、今回はですね、なんでその賛否両論のうちの P の方ですね、が巻き起こってるかっていう理由を3つに分けてですね、僕なりに話していきたいと思います。ちなみにですね、この賛否の3の方は、やっぱり YouTuber ファン、フィッシャーズファンからすると、嬉しい、すごい、あの国内でもものすごいでかいロックフェスに出るなんてフィッシャーズの音楽ってやっぱり最高っていう3と、 P はいやいや、これはロックバンドとかね、音楽、要はアーティストをやってる人が出るところだから、そういう風に YouTuber と二足のわらじでやってる人だったりとかね、 YouTube の実力あるかもしれないけど音楽の実力がないやつは来んじゃねえよっていうね、要はこの完全にこの3と P でね、なっちゃってるわけですよ。うん。で、ちなみにこういう風に賛否両論が巻き起こってることに関して、フィッシャーズ本人は、まあ音楽はね、ずっと10年間舐めたつもりでやってきてないし、もう本気でやってきたとかね、こういう風に依頼が来たから自分たちは出てるだけだしね、どれだけ違反があっても仲間たち7人が応援してくれるんだったらみんなで頑張ります、あとファンのみんなも応援してくれるんだったら頑張りますみたいなことを、要は前向きなことを発言してるわけですね。はい。でですね、じゃあ具体的にですね、なんでこの P が起きるのかって、こう3つの理由ですね。まずその1は何かと言いますと、あの M ステの悲劇が頭をよぎってるからだと思うんですね。はい。まあフィッシャーズさんといえば、やっぱりね、音楽番組ミュージックステーションの生放送で歌った時があったじゃないですか。あれがまあ多分ね、その YouTuber の、まあ YouTuber を好きじゃない人だったり、あんまり興味がない人だったり、もしくは YouTuber 好きだけど別にフィッシャーズさんの音楽に関しては追ってない人たちからすると、あれがやっぱり一番最初に頭に浮かぶと思うんですね。まあ、まさしく僕もそうで、フィッシャーズさんの音楽に関しては僕は大して追ってないんですよ。で、そういう人間からすると、フィッシャーズの音楽といえばって言えば、やっぱあの M ステの悲劇なんですよね。うん。まあ皆さんもですね、もしかしたらこの動画 YouTube に落ちてるかもしれないんで、見てない方がいたら本当一回検索してみてください。マジですごかったんですよ。うん。あまりにも下手すぎたんですよね。で、僕自身は正直フィッシャーズさんのこと好きでも嫌いでもなかったんですけど、M ステに出るって聞いた時は、M ステ出るんだ。やっぱ人気だもんなんて思ってたんですけど、あの日ツイッターとかでもなんか、なんていうのかな、その動画とかがですね、ツイッターにめっちゃ上げられるんですけど、あるじゃないですか、短い動画、あれがですね、みんななんかフィッシャーズをいじったようなやり方なんですよね。歌、わらわら、草なんちゃらとかね、よくわかんないですけど、ネット用語、まあ、そういう感じでいじるようなやつばっかなんですよ。で、実際 YouTube 動画の中でも上がってるいろんな人がですね、その動画を上げてたんですけど、まあコメント欄とかバリ雑言なんですよね。うん。で、いやいや、って言ってもさって思いながら、僕も実際見てみたらマジでドキモン抜かれたんですよ。と思って、うん、ほんとびっくりして、なんかほんと学生時代を思い返しましたね。なんか学生時代に友達同士でカラオケ行ってて、友達がね、わーって熱唱してるの、こうやってね、お酒とか飲みながら見てる時のあの気分になりましたね。なんか、うん、ほんと大学生の集団みたいな。うん。で、やっぱ同時に思ったのは、いや、プロってやっぱ歌うまいんだなって思ったんですよね。まあ当たり前ですけど、僕らが目のね、こうやって見てるいろんな歌手っていうのは、たとえ売れてようが売れてなかろうが、めちゃくちゃ技術を持った、言ってもプロなわけですよ。たとえ売れてなかったとしても。で、そういうのをずっとね、まあ見てるからこそ、まあ慣れてるわけですよね、すごさに。だからこそ、今一度こういう風に大舞台で歌う M ミュージックステーションってね、とんでもない舞台で歌うあのフィッシャーズを見たときに、あ、プロってやっぱすごいんだって僕なんかちょっとある意味心の底から思ったんですよね。うん。まあもちろんファンのね、フィッシャーズのファンの人からしたらね、あれは生放送で緊張したからだとか、あれは昔の話で今はもっともっと歌は上手くなっていってるんだっていう風に思うし、まあ実際上手くなってるかもしれないじゃないですかね、ファンの人たちからしたら。うん。でもやっぱりフィッシャーズのことを追ってない人たちが大多数なんですよね、世の中。当たり前ですけど、そうじゃない人が多いわけですが、でそういう人たちからすると、やっぱりフィッシャーズの歌といえばあのミュージックステーションのイメージがどうしてもあるわけですよ。ってなると、あのミュージックステーションで歌ってたあの感じを、あのフェス大舞台でいろんなね、超一流のアーティストたちが出るあそこでやるのかーってもわもわもわって考えちゃうわけですよ。そうするとやっぱり、いやいやいや、あんなとこに立たせるわけにはいかないよ、他の人たちに失礼だっていう意見もまあわからなくもないと思うんですよね。うん。まあもちろんね、何度も言いますけど、フィッシャーズの今はどうなってるかわかりませんよ。めちゃくちゃ歌うまくなってるかもしれませんけど、少なくともイメージという点においては、やっぱりあれがあまりにもきつすぎましたからね、本当に。うん。あれに関しては多分ね、ファンの人でも本当に
フォローできないんじゃないかなってくらい出来でしたが、皆さんもよかったら一回見てみてください。フィッシャーズスペース M ステとかで検索したらね、出るとは思うんで、はい。これはまず一つ目の理由ですね。で、二つ目の理由は何かっていうと、ファンのマナー問題ですね。はい。やっぱりですね、フェスっていうのはですね、結構ね、マナーが悪い場ではあるんですよね。それは何かって言いますと、基本的にですね、ライブハウスっていうのは、マナーが割とがっつりしてて、で、その部分に関しては結構ファンの人たちが守ってるんですよね。それは何かっていうと、わざわざ音楽でライブハウス、ね、にまで見に行くような人たちっていうのは、そのバンドだったりとかそのジャンルが好きな人が多いですから、そういうジャンルの音楽を見るときのマナーっていうのがちゃんとですね行き届いてるわけですね。だからこそあんまり大きなマナー違反はしないわけですよ、うん。ただやっぱり音楽フェスっていうのは何かっていうと、普段そのライブハウスとかに来られてない、音楽のライブに行き慣れてない人が来たりするわけですよ。だからこそやっぱりそういうねマナーが分かってなくてマナー違反みたいなことが結構起きがちなんですよね、うん。でもやっぱりそれはこういう風にフェス文化っていうのが日本に根付いて、今日本っていうのはフェスだけで本当何百くらいあるんですよ1年に、うん。いろんなフェスが行われてるんですね、もう100とかそんくらい単位で、うん。だからこそそういう風にフェス文化が日本に根付いた結果、普段そのライブに行かない人もフェスにはいっぱい行くようになった。そうすると何が起きるかっていうと、マナーが根付いてくるわけですよ。長くやってる分ね、あ、なるほどこういうことしちゃいけないのかみたいな、うん。でなんやかんやって今は割とフェスっていうのは文化、フェス文化としてはマナーがいい現場になってきたんですね、うん。まあ要は失敗を繰り返してきてちょっとずつ良くなってきたってことですよ。でここからが問題なんですけど、ここでフィッシャーズが入ってくると当たり前ですけど、新しい新規のファンが来るわけですよ。そうするとまたマナーが悪くなるんじゃないかってことなんですね、うん。例えばですけど YouTuber のライブ、まあ音楽ライブではありがちなこうペンライト振ったりとか、あとはなんかなんでうちわですか、うちわとかわーってやるって割とよく見る光景だと思うんですけど、これですね、フェスにおいてはこれね、ご法度ですからね、絶対やっちゃダメなんですよ、厳禁、うん。でこういうルールが守れない人が出たりとか、でそれをわーってフィッシャーズわーってやってね、ペンライトとか振って空気を壊す人がいるんじゃないかとか、うん。他にも、これもですよくありがちなのが、自分の目当てのやつだけ前の方で見て、その後は、他のバンドがやるときは一切動かず、なんかもう盛り下げる感じで見てるとか、これもあるあるですね。はい。これですね、バンドマン、フェスのマナーにおいては、自分が目当てじゃないところの場合は、後ろの見たい人に譲るとか、もしくは、どうしても前を動きたくない次のバンドが見たくなったとしたら、たとえ興味がないバンドでも、最低限盛り上がってみるとか、そういうこれマナーがあるんですよね。そういうのが守れないパターンが増えるんじゃないかとか。でもっと言うと女性で言うと髪をですねちゃんとこれ、ね、まとめないとダメなんですね。じゃないと後ろの人たちに髪が当たって迷惑ですから。あとはヒールとか高い靴を履くとジャンプとかした時に人のね足の甲とかを踏むかもしれないから危険だからそれはダメだとか、まあ、そういう風にいろんなルールがしっかりあるんですよね。ただそのルールが守られずにね、フィッシャーズのファンで新規で入ってきた人がやってしまうんじゃないかっていう恐怖感、そこからのまあ要はピの意見があるわけですね、うん。まあ多分そのフィッシャーズのライブとかを見に行く人たちはあんまりねそのロックフェスを見に行く層と被ってないとは思うんでね、そういうところから来るまあ不安なわけですね。はい、これ2つ目の不安です。で最後3つ目の不安に言いますね。それ何かっていうと出るだけの資格がないっていうことなんですね、うん。これ何かって言いますとですね、ロッキンジャパンフェスっていうのはさっきも言いましたけど日本国内最大級のですねフェスでして、これに出たいバンドマンってまあいるんですよ。本当にいろんな全国各地にいるバンドマンがもうこれを目指して頑張ってたりするわけですよね。うん、まあ言ってみたら最終到達点っていうとあれですけど、やっぱりそのフェスにおいてロッキンジャパンフェスに出るっていうとやっぱりですね、ライブハウスのお客さんってめちゃくちゃ喜ぶわけですよ。で言ってみたらですよ、あんまり売れてないバンドでも音楽的に認められてたりしたら出たりすることもあるわけですよ、あのフェス、ロッキンジャパンフェスっていうのは。だから例えばですけど、まだオリコンとかでね一回もトップ10に入ったことないけど30位くらいには入ってて、まあ、全国ツアーしたら大体キャパ300くらいとかソールドアウトするかなみたいなバンドマンとかが、例えばですけど僕たち今年ロッキンジャパンフェス出ますって言うと、もうファンがうわーって盛り上がるわけですよ。うわーついに出れるんだすごいみたいな、あのフェスに出れるなんてみたいな、それくらいそのロッキンジャパンフェスっていうものの格式と、その威厳って言いますかね、意向っていうのはすごいものなんですよ。ってなった時にそこにですよ、そこにやっぱりそう YouTuber が出るってなると、まあちょっと視覚的にどうなんだっていう風に思う人が出るのはしょうがないんですよね、うん。まあもちろんですね、そのフィッシャーズの音楽が素晴らしいとね、別にあのファンの人たちですよ、そのフィッシャーズの音楽を好きな人で、いや私は別にフィッシャーズが YouTuber として有名だから好きなわけじゃなくて、純粋に彼らの音楽が好きなんだ、別に YouTuber だからとかじゃないんだっていう人もいるかもしれませんけど、いやちょっと待ってくれと、もしかしてじゃあフィッシャーズが YouTuber を一切やってなかったとして、ああいう音楽活動だけしてた場合、果たしてロッキンジャパンフェスまで上り詰めれたかなって話なんですよ。
ね、果たしてロッキンジャパンフェスに出れたのか、果たしてミュージックステーションに出れたのか、果たして2000人とか1万人規模のところでライブができるとこまで慣れたのか、それってどうですか。ちょっと疑問が残りません。やっぱり僕はフィッシャーズの何が、音楽の何がすごいかっていうと、やっぱり YouTuber として人気があるからこそ音楽も人気が得た。これはやっぱり外せないと思うんですね。さすがに。うん。さすがに。いや、もちろん、YouTuber を一切やってなくて音楽をやったからといって、まあ、売れる可能性が 0% とは思いませんよ。0% とは。とはいえ、やっぱりここまでの人を集めれるだけのね、音楽で、ってなるっていうのは、どう考えてもやっぱり YouTuber としての、まあ、実力、カリスマ的な実力があるからこそ、だと思うんですよね。うん、まあ、ぶっちゃけ YouTuber さんってそういうのってちょっとあるじゃないですか。例えばですけどね、あのドラマの主演やったりとか、もしくは、何でしょうね、自分でやってるゲーム YouTube チャンネルの他にサブチャンネル、ゲーム実況チャンネルとかやったら簡単に登録者数数万人ズドーンっていくじゃないですか。あれだってその本業の YouTube がすごいからこそ、その人気があるからこそですよ。その人気があるからこそ、じゃあ俳優業やってやることができたしね、こうやってサブチャンネルやっても、ね、別にゲーム実況の腕がどうこう話じゃなくて、その人がこの大好きな人気あるこの人がやるゲームだったら見たいってことで爆上がりするわけじゃないですか。うん。だから結構その YouTube、あ、ヒカキン、あとやるですね、ヒカキンさんとかもそうですね。ヒカキンさんがね、普通にバラエティ番組が出ることもあるじゃないですか。あれだって YouTuber として人気だから出れてるわけですよ。果たしてヒカキンさんが YouTuber をやってなくて、まあ普通にわかりますよ、タレント活動とかやってたら、果たしてあれだけゴールデンの番組とか出れたのかって言ったら、どうですか、ちょっと疑問だったりするわけじゃないですか。うん。で、僕自身は、まあ別にそれはいいと思うんですよ。自分が持ってね、積み上げてきた大きなね、実力のあるものをね、中心に置いて、そこから別のところに活動を伸ばすっていうのは、これ誰でもやることですから、別にそれはいいと思うんですよ。ただ、やっぱりですね、それ、この伸ばしてる枝の中の一個である音楽っていうのをね、伸ばしたわけですけど、フィッシャーズは。その音楽をメインで、音楽しかやってこなかった人たちが出れる最終到達点みたいなフェスに、このね、YouTube を幹としていろんなものを伸ばしてる中の一個のこの音楽っていうもので、そこに入ってしまうっていうのは、やっぱりね、音楽だけでやってきた人たちからすると批判が来てもやっぱしょうがないと思うんですよね。うん、絶対に。うん、だから僕はこのね、今言ったのが3つ目の理由ですね。はい、まあ、果たして資格があるのかと。ね、そもそもね、YouTuber として有名だからこそ音楽もこれだけ結果が出てるんであって、YouTuber としてこれだけ結果が出てなかったら、やっぱり音楽がね、こうなってはなかったよって、出れてはなかったわけですからね。うん、これだけは僕やっぱ断言できると思うんですよ。はい。まあ、そんなわけですね、以上の3つの理由からですね、フィッシャーズさんのですね、今賛否がかなりなってますと。はい。多分僕が思うにこれから先ですね、もっともっと加熱しますね、これは。僕もバンド系の音楽大好きで、めちゃくちゃ聞くんでわかるんですけど、こっち、まああっちもね、そういうバンド系の音楽好きなファンの人たちっていうのはかなり熱い人が多いんで、これはですね、ずっとネチネチ言うんだろうなって気がしますね。うん、まあどういう風にね、これが落ち着くのか決着がつくのかってことはちょっと僕なりに見守っていきたいと思います。というわけでですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。